大阪シティバス鶴町営業所は、大阪府大阪市大正区鶴町4丁目にある、大阪シティバスの営業所である。最寄りバス停は、鶴町指定目。配置車両の側面及び後面窓ガラスに貼られる、所属営業所を示すシールの表記は、津である。大正区発着路線、天保山発着路線を担当している。走車は、鶴町車庫、西船町走車場。 天や山奏車場で行っている。営業所のある鶴町指定目と大正橋との間は、早朝から深夜まで高頻度の運行を確保している。昼間でも待たずに乗れるほどの本数を確保しており、特に朝ラッシュ時の対運共通大正橋間は、1分未満の間隔で運行している。これは、大正駅が大正区の北端にあり、大正区の鉄道の便が悪いこと、 大正区南部には多くの工場があり、朝夕のラッシュ時でも双方向の需要が見込めること、大正区は南北に長く大正通りがその中央を背骨状に通っており、バス路線を集約しやすいことがその理由である。1967年に大阪市北区の大阪駅前に設置されていた梅田営業所を移転する形で設置された。大阪市電の鶴町車庫が廃止されたことで、 敷地が転用された。1990年代まで営業所内に市電の線路が残されていた。対象区内の路線をまかない切ることができず、鶴町4丁目発着路線が、木津営業所、中津営業所、住吉営業所、港営業所、住野営業所、東成営業所、鳥島営業所などの他営業所が担当することがあったが、 2014年4月1日のダイヤ改正により、鶴町4丁目発着の全便を担当するようになった。2010年9月1日のダイヤ改正時に対象区内を運行する赤バス路線を鶴町営業所が担当することとなり、赤バス路線用の小型車が配属されていたが、2013年3月31日に赤バスが廃止され、小型車の配属もなくなった。 2012年4月1日のダイヤ改正時に、南馬奏車場の奏車を担当するようになったが、2014年4月のダイヤ改正で担当から外れている。2013年4月1日のダイヤ改正時に、前日をもって港営業所が廃止されたことで、店舗山発着路線を担当するようになった。2010年3月28日のダイヤ改正時に、運行を、 大阪運輸振興へ委託されており、大阪市交通局の民営化に伴い、2018年4月に大阪市交通局から大阪市ティバス営業所が譲渡された。鶴町地区と大阪駅とを結ぶ路線で、沿線に大阪市立中央図書館や大阪国際会議場、大阪病院があることから比較的利用者が多い。地下鉄桜川以北はビジネス街を経由するため、 特に朝夕ラッシュ時の利用が多い。55号系統は大阪駅のほか、以下の駅で鉄道と接続している。98号系統はドーム前千代崎から大正区西部を結ぶ路線である。当初98号系統は弁天町 BT 大正橋から新地都政、大正区役所前間で運行されていた。2012年4月1日のダイヤ改正で98。 A5 系統が74号系統に改版される。2014年9月21日より98号系統に系統番号変更、合わせて一部の便において51号系統との連結運行を開始。メーカーは2002年の路線再編以前は原則的にイスズ自動車製に統一されていたが、現在は一般路線車両はイスズ自動車製、日野自動車製、 三菱不走 UD トラックス製の車両が配置されている。以前は赤バス路線用車両はオムニノーバーテクノロジーのマルチライダーの車両が配置されていた。また以前は鶴町営業所内に天然ガス充填設備があり CNG バスも多く配属されていたが営業所内の天然ガス充填設備が使用停止撤去されたこともあり。 CNG バスは他営業所へ転属されたものの、2013年3月31日付で、港、長吉野に営業所が閉所したことに伴い、CNG バスが再配置されている。ありがとうございます。